9月20日の水曜日のライブ終了後でございます。皆さんこんばんは、ちかちゃん、こんにちは。腐ったお茶を飲んだ後の私、これが流れるのは金曜日ですか？治りましたか？治った？あ、よかった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 、治ってていてくれ。ちょっとね1時間ぐらいね早く終わらせていただいたんですけれども、 ありがとうございました。皆さん感謝でございます。そう、ちょっとね頭回んなくなっちゃったよ。ライブでは話したんですけども、歯医者でも頭回ってないし、そう、受付の人に本当にご迷惑をおかけしたしね。そう、いろんなところに迷惑をかけたね。皆さんありがとうございます。腐ったお茶を飲まないようにね、皆さんしてくださいます。そしてすぐ病院に行った方がいいかもしれないね。そう、なんか気分が悪いとかだったらね、ポカリスエットとか一人で判断して飲もうとかね思ってないでね、とっとと病院行った方がいいかもしれません。はい。そして私1時間ね早く終わったじゃないですか。で、私さくらみこちのみこちの配信がまだやってたんだよ。お手洗いに行ったら、あ、みこちやってると思って15分ぐらい見れたのかな。結局10分、分かんない、あんま見れてないじゃないか。10分15分ぐらい見れたの。そう、久々にあリアタイで見れたと思って見れたと思って、で一番くじさ、ホロクッキングのさ一番くじがあったじゃん。それでさ、さくらみこちのさ、さくらみこ、なんで 本名字でか、なんでフルネームで言っちゃうんだろう、みこちの皿があったやん。あったのよ皿が。で、私みこちのものが何にも当たんなかったんだよね。結局マリンちゃんが当たったんだけど、そう、なんかみこちのものが当たんなくて、当たんねえなと思って、でも欲しかったなってずっと思ってたの。あー、なんか心残りだなみたいな、そう思ってて、そしたらさ、その話をしたらさ、会社の人がさ、あ、持ってるよ皿みたいなこと言われて、えぇ、ー、みたいな。お皿持ってるのと思って、えぇ、ー、いいなって言ったら、あ、使ってないけどいるって言われて、えぇ、ー、みたいな、でも、箱から出しちゃってるんだけどって言われて、もう全然いい、全然いいです、全然いいです、くださいっつって。ラッキー。かわいい。教えてくれればいいのにね。な、教えるわけないか。会社の人とそんな一番くじの話なんてしないし。ありがとうございますだ。嬉しい。めっちゃ可愛いやん。あと、シシロンのこれが当たったのか。何これ。これ。あ、これ。で、チョコ先生のタペストリーが当たったんだ。そうだ。そう、マリンちゃんが当たんなかったんだよな。マリンちゃんじゃない、ミコチが当たんなかったんだよ。マリンちゃんとかここら辺のこういうのはめっちゃ、こういうね、ここら辺はねめちゃめちゃ当たったんですけど、これめっちゃ可愛くて、3人可愛くてお気に入りで飾ってるんだけど、ミコチが当たらなかった。でも、もらった。もらった。でね、今日はこれを見せようと思ってたの。みんなに見てもらおうと思って。そしたらさ、みこちのさ、リアタイ見れたやん。10分ぐらいだけどさ。10分15分ぐらいだけど。そしたらさ、私さ、前にさ、ダチョウの話したの覚えてる？ダチョウの脳みそが3センチだよ、みたいな話。覚えてる？そしたらさ、みこちがさ、パタスモンキーの話してたの。パタスモンキーは、早いけど、
すごく早いんだよみたいな、で仲間を守るためにみたいな話をしたの。そうで、あ、パタスモンキーと思って、私知ってるから パタスモンキーっていうものを、パタスモンキーと思ってパタスモンキーっていうのは世界の中で、あ、霊長類の中で一番足が速い猿なんですよ。そう、いっちゃん速いの足が。でパタスモンキーっていうのはオスが1匹いて、でメスを何匹か、あの結婚っていうかね、そのつつがいみたいにして、それを一グループとして生活してるんですよ。そうで、あの仲間がさ、敵に襲われたりするじゃん、やっぱご飯だとかでね、例えば。でそうするとそのいっちゃ速いから足が、でなんとそのオスが自分を犠牲にするみたいな感じで、おし、俺がおとりになるぜみたいな感じで、その敵のとこに走っていくの、足速いから。そう、足が速いから自分がおとりになって、で逃がすわけ、メスたちを。超かっこいいでしょ。それがパタスモンキーなんだけど、でパタスモンキーには欠点があって、そのパタスモンキーっていうのは霊長類の中でいっちゃん早いけど敵より足が遅いの。だから結局捕まっちゃうんですよ。かわいそうすごくかわいそうなんだけど、捕まっちゃうの。いっちゃん霊長類では早いけど敵より遅いから、で戻ってこないっていう。だからメスだけの、あのグループになっちゃうよっていう話をね、それのすごい完結版をみこちがしたの。すげえ完結版を。で、あとペリカンの話もしたの、みこちがペリカンは口が大きいでしょ、何でも食べれると思うんだよとか言って言ったの。そう、ペリカンっていうのはペリカンって知ってる？口がこうやってこうやってなってるやつ、すげえでかいやつ、目がギョロンってして、鳥、あいつは何でもかんでも自分が食えると思ってるから、カピバラとかまで食おうとするの。あとキリンとか絶対食えないじゃん、自分よりでかいものなんて絶対食えないのに、自分よりでかいものを食そうとしてパクパク噛むの、こうやって。カピバラとかはこいつ何やってんだみたいな、自分は絶対食われないからさ、ペリカンなんかに。だからこうなんか優雅にしてるんだけど、それをこうやってバク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 やってんの、こうやって嵐のね、あのね、大野くんまでね食べようとしたペリカンそう、これはあの別の話なんだけど、嵐の大野くんの足をずっとペリカンこうやって食べようとしてて、大野くんを食べようとしてた。そうそう、これ別の話ね。でそしたらみこちのとこで、私なんかそれでピンときて、あ、私と同じ動画絶対見てると思ったの、みこちが。私も動物そういうの好きじゃん。だから いろんなもの見てるんだけど、あ、みこち私と同じYouTube 動画見てるなって思って聞いてたの、あっと思って、ワクワクと思ってそしたらリスナーさんたちがダチョウの話はみたいなこと振ってきたわけ。そしたらみこちが、もういいよダチョウの話みたいな、何回すんのよみたいな、ダチョウの脳みそが3センチの話何回すんのよとか言って、ああ、やっぱり私と一緒だと思って嬉しくて聞いてたの、嬉しくて聞いてたの。そしたらみこちが配信切るときに、さくらみこはあれ忘れちゃった、パタスモンキーで、ちょっと待ってさくらみこはあれ忘れちゃった、待って、なんだっけやめだ、頭の中パタスモンキーばっかや、大チャンネルしか出てこねえ、私がよく見てる大チャンネルなんだっけ、パタスモンキー、パタスモンキー、大チャンネルもよく見てんだよな、オールマイティラボだ、ごめん、さくらみこはオールマイティラボを応援していますみたいなことを言ってて、一緒だみたいな私もオールマイティラボ好きと思って、全部見た、オールマイティラボの動画嬉しかったっていう話面白いよ、
オールマイティラボ、前言ったっけ、オールマイティラボってなんか言った気がするな。オールマイティラボさんね、面白いですよ。あの動物、動物前にさ、かわいそうな動物みたいなさ、あの絵本かなんか本出てたの知らない？なんか そういう感じ、かわいそうな、なんか本当はちょっと、本当はちょっとなんかバカっぽいみたいな感じの動物の紹介をしてるの。そう、ダチョウの頭が悪すぎるとか言ってここでも多分確か見てる人いたと思う、うちの配信でも確か。そう、面白いからぜひあの見てない方は見てみてください好きなんだよな、なんかあの TikTok とかでももう動物の、動物のあのやつばっか見てる。最近一番ニヤニヤしたのは鳩がなんか階段を降りる動画鳩がピョン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 って階段をただただただ降りていく動画がクソ可愛くて3週ぐらい見てた。こうやってずっと可愛いって好きなんだよな。あと猿がご飯食べてるのとか、そう好きっすね。あと鳥だよね、鳥が、お親鳥が小鳥にご飯あげてるのやつとかは好き。なんだろうね、すごい好き、ずっと見ちゃうなんか面白くて。そう、鳩の、鳩とかフクロウ、フクロウかな、フクロウの、ごめんねめっちゃ喋って、フクロウの小屋があるんですよ。フクロウの小屋で、そこには子供4匹と親鳥1匹が住んでるんだけど、親鳥がご飯を取りに行ってる時間はさ、子供しかいないじゃん、その巣箱の中に。だからその中にさ、鳩のつがいが2匹入ってきてさ、そうしたらさ、フクロウがもうこんななの今までこんなあみたいな感じだったのに、急に細くなってみたいなみんな、なこう並んでんの、細いフクロウがこうやってクソ可愛くない何みたいな感じでめっちゃ並んで見てて。だハトはハトでさ、卵をさ育てたいから、そこで、そう、そこで卵を育て始めちゃうわけだよ、ハトはで親鳥が帰ってきて、なんだこいつみたいな、親鳥も最初びっくりして、何こいつみたいな感じになってんの、鳩見て。え、何こいつ誰みたいな。お前誰だよみたいな。で、鳩全然気にしないでこうやってポッポーみたいな感じで温めてて、そしてすごい攻撃すんのやっぱなんか出てけみたいな感じで、バンバンみたいな。爪でギャンみたいな感じで。でも鳩全然どかないの。あいつらすごいよ、鳩。私友達んちのさ、友達んちのさ、ベランダ掃除したって言ったじゃん。すごいあの子たち。泊まりに来るから、これダメ、ペッてやっても、ここに泊まらないでと思って、こうやってペッてやっても、すぐ戻ってくるの。あいつら、帰巣本能すげえよ、マジ。本当にやばいよ、あいつら。マジで。ひどい。一日経ってたし、例えばだよ。私がいなくなって戻ってくんだったらわかるよ。私がいても、ちょっとかがんでこうやって掃除してるだけで戻ってくんの。で、しかもちょっと遠くの方から見てんの。友達ん家のベランダ。今行けるかなみたいな。やばない？すげえやばいよ、あの子たち。あの子たちは本当にね、だからそのフクロウがバンバンやっても出ていかないのがすごい分かった。あー出てかないよねみたいなすぐ戻ってくるよきっとみたいなすげえんだからハト、やべえよマジ本当やばいと思う。あの子たち外にねいる分には可愛いんだよね、こうやってクッククって外にあの パチパチしてる分には可愛いなハトみたいな感じで、ちょっとなんかついてちゃったりするんだけど、でも、その友達んちのベランダにいる鳩はダメ。ベランダになんか住んでた鳩は、もうしつこかった。だから本当にね、遠くから見てるのが一番いいんだよな。そう。それそう。遠くから見てるのが一番いい。
ございます。小屋さん、配信終了後にスーパーチャットくださった方にね、お礼させていただいております。タコさん、ミヤさん、そして白玉子ちゃん、タコさん、白玉子ちゃん、あ、違う、一番タコさんでございます。おめでとうございます。そして秋山さん、白玉子ちゃん、モフちゃん、パーフェクトちゃん、パーフェクトちゃん、ありがとうね。そしてコウさん、ミヤさん、そしてタコさん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、モフちゃん、タコさん、白玉子ちゃん、モフちゃん、白玉子ちゃん、タコさん、モフちゃん、白玉子ちゃん、秋山さん、ミヤさん、タコさんで、滑り込みが白玉子ちゃん、そしてモフちゃんということで、ブービー賞が白玉子ちゃんでございます。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。ということで、前夜祭がヒデアズミの小野菜、小野菜がタコさん、ビンゴがキャリー、ブービー賞が白玉子ちゃんでございますね。ありがとうございます。で、犬ひげが真面目にすごかったんだけど、犬ひげがやばい。あれ本当にある。しかも何もない日に、あのレインボースパチャまでくれた。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。お見舞い金ですよね、きっとね。お見舞い金で合ってんの？お見舞い金？お見舞い金？見舞い金？合ってる？ありがとう、犬ひげ。あの、木曜日も治らなかったら、お昼ぐらいまで治んなかったらね、ちょっと午後病院行ってこようかなと思います、もう一回。本当に腐ったお茶飲んじゃダメ、本当に。ちゃんと治ったら、ちゃんと、約束したラーメン。アキラ東山がね、オプションいっぱいつけていいよっつってね、卵とかつけていいよっていっぱいくれたやつをね、ウーバーイーツで頼もうと思ってるのと、あとなんだっけ、おかゆか、おかゆ、おかゆ、おかゆもね食べたいと思います。本当にありがとう、本当にありがとう。そう、良くなっても一気にラーメン食べちゃったらまたベーってなっちゃうからそう、ベーってなっちゃうから、まずはね、おかゆですよね、本当にね。おかゆ、おじや、うどんかな、あと家で食べるのはうどんかな、かな。そう、いけるかな。ただ水分取るとね、治ってない時に水分いっぱい取るとね、またね、お腹痛い痛いになるから、なるべく少しずつ治していこうと思ってます。ありがとう。そして、チェキが、チェキどこやった、私あれどっかにやっちゃった、どこだろうね、どっかにあるんだけどお尻の下にはないの、どっかにある。松崎さん、秋山さん、ケンジさん、モフちゃん、白玉子ちゃん、ふみ兄ちゃん、みやさん、ひでちゃん、べーちゃん、ルアクさん、そう、10枚取りました、私。ありがとうございます。そしてカレンダーか、カレンダー、こちらの、こちらにはね、こちらにはね、見せられないね、カレンダー見せられない、 YouTube では見せられないね、感じの写真がいっぱい入っておりますので、はい、コスプレとかね、こういうのはちょっと見せられないなみたいに言ってたやつが、見たいやつはこっちを見た方がいいかもしれないね、うん、って思った。なんかそれでもなんか私太ってんな、なんか昔もそんな、昔もなんか太ってない、大丈夫これでもない、これより太ってるってこと、私温泉の写真を見てます今ありがとうございます。まだブースで売ってますのでね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。で、グッズのやつもね、本当急ぎかなきゃいけないのに本当にごめんなさい、そう、本当にごめんなさい、体調が悪いなんて言い訳をしてる場合じゃないんですけども、本当にマジで申し訳ないです。なるべく早く送ります、すいません、少々お待ちください。大丈夫かしら。もう19分だって。何をそんなに喋ってた？パタスモンキーとミコチの話かな。あとペンギンの話？違う。フクロウの話だ。ペンギンさ。ペンギン可愛いんだよ。ペンギンさ、群れとさ、群れがあるじゃん。群れがあるのよ、ペンギンの。で、そのさ、ペンギンの群れとペンギンの群れがこうさ、
交差するとき、こうやってスーって交差するときさ、やっぱさみんななんか止まってみんの、こうやって、あ違うペンギンみたいな違う群れのペンギンみたいな感じで10匹10匹ぐらいなんだけどああみたいな感じで、スーじゃないのやっぱり、おおおおおおみたいな感じで見てて、でさ私が見た動画だとさ、こっち側にいたさ、こうすれ違ってさ、こっち側にいたペンギンがさ一匹こっち行っちゃうんだよね、すれ違う時にこっちについてっちゃうんだよまた。そしたらさ、こっち側のさ、こっち側のさ群れのさ一匹がさ迎えに行くの、ちゃんとこっちだみたいな感じで、そうするとさついてっちゃったペンギンがああみたいな感じでこっちに戻るの、すごくないすごくない、すげえなって思ったっていう話本当にね、面白い動物ありがとうございました。あでも人間観察はそんなそこまで好きじゃないかも、好きじゃなくないか、人間観察するときはするかな、面白そうなときはする、なんか面接とかはしちゃう、カフェでやってる面接とかは聞いちゃう、なんて答えるんだろうなみたいな、ろくでもねえ答えしてるとあーってなるけどああダメだこいつは、こいつは受からねえってなるそれぐらいかな、それぐらいかな、隣でねこの間あげたショートみたいな、隣でなんかやんややんやなんか悪口とか言ってたらうわーと思ってちょっと聞いちゃったりするけど、あんま聞いてないですね人の話そう、じゃあ皆さんありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバイ、ありがとう。